どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。凡人ども心に刻め、ジャック・アトラスのデュエルを。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。というわけで本日はジャック・アトラス選手の超かっこいいモンスター、世界一かっこいいモンスター、なんで今出したモンスターレッドデーモンベリアルを使ってデュエルしていきたいと思います。かっこいい、なんというかっこよさ。左腕のこのなんだろうな、剣が光ってますね。めちゃくちゃかっこいい。でこのモンスター、どういうモンスターかっていうと、レベル、10シンクロ、チューナープラスチューナー以外のドラゴン族闇属性シンクロモンスター1体っていう縛りがね、ついてます。レッドデーモンズにありがちなね。で、エンマリューレッドデーモンベリアルの、効果2個あって、まず1個目、自分のフィールドのモンスター1体をリリースすると、墓地からレッドデーモンモンスター1体を特殊召喚できますと。まあこれ、今はレッドデーモンベリアルとか、まあレッドデーモンズドラゴンとか、まあその辺しかいないんだけども、これからレッドデーモンズドラゴンのシンクロ隊っていっぱい出てくるんで、結構簡単ですね。この効果を使うだけだったら。で、そもそもやっぱりこいつを出すためにはレッドデーモンズドラゴンを素材にするパターンが多いので、まあ結構簡単に出ます。で、マルチマンの効果でね、出せます。で、マルチマンは、相手に戦闘ダメージを与えると、チューナーを、まあ、デッキか墓地から特殊召喚できるよっていう、レベル同じやつね。で、これで結構ね、レベル1の、チューナーを、まあ、特殊召喚して、アビス出したりとか、OCG だったらね、まあ、そういうギミックに使って、要は2体出して、チューナーを、1体リリースして、レッドデーモンズドラゴンを蘇生して、レッドデーモンズと、チューナーでアビス作ったりとかっていう動きをするんだけども、メイン2が ないんで、リンクスだと、この効果はほぼ死んでますね。ほぼ死んでます。一応、相手ターンに戦闘ダメージ与えたらワンチャンあるけど、まあ、ほぼ死んでますね、この効果は。だから、丸1番の方がメインに使っていきます、今日は。で、もちろんね、ギミックはね、入れざるを得まい。これは、入れざるを得まい、このモンスターは。リフレクターは。まあ、ただし、やっぱり、ジャックといえばっていうムーブしたいんで、レッドリゾネーターが入ってます。レッドリゾネーターで、レベル4のモンスターを1体、手札から特殊召喚すると、レッドリゾネーターの効果で、4特殊召喚した後に、2、4でシンクロ召喚し、レッドライジングを出し、レッドライジングは墓地の、リゾネーターモンスターを特殊召喚できるので、これで、レッドリゾネーターを特殊召喚して、で、6-2 で、また8シンクロをしていくっていうこともできるし、あとこいつ特殊召喚に成功すると、フィールドのモンスター1体の攻撃力分ライフ回復できるよって思ってるんで、まあ、これで、まあ、うまいこと回復しながら戦っていくってこともできるし、あとね、強いのはレッドリゾネーターで特殊召喚するモンスターを、グライフとかウィッチにするっていうパターンね。まあグライフでバックを除去するっていうこともできるし、あとウィッチを巻き込んでもう1体目のリゾネーターを持ってくるっていうこともできるんで、まあ一応レッドリゾネーターの効果発動できなくなっちゃうんですけども、ウィッチでサーチしたらなんだけど、なんだかんだ強いじゃん、その動きだし、あとこれも持ってくるし、リフレクターも。でレベル4っていうのはでかいね、やっぱ 2-4 できるから、レッドリゾネーターとウィッチで、だからレッドライジング作りやすいっていう、これが非常に優秀です。まあ、ウィッチさんよりはやっぱりグライフとかでバック除去しながら戦っていった方がいいと思うんで、まあ、これはこっちの方がいいかなと思ってます。でこれやっぱね、なんだかんだこのカード結構強いわ。自分の墓地のモンスター1体を対象にし、そのモンスターを効果に無効にして特殊召喚しながら、そのモンスターを含む自分のフィールドのモンスターのみを素材にして、ドラゴン族、悪魔族の闇属性シンクロモンスターをシンクロ召喚すると、なんかイメージ的にはクリストロンみたいなことでいきますね。墓地のモンスターを特殊召喚しながら、フィールドと特殊召喚したモンスターでシンクロできるっていう。例えばレッドデーモンズがいる場合だったら、墓地にレッドリゾネーターがいる場合、レゾネと、まあ、グライフで、レッドデーモンズドラゴン作ってる場合は、シンクロコールで、レッドリゾネーターを特殊召喚するとベリアルが出ます。ベリアルが出るだし、ロックとかで止まっちゃった場合でも、こうまいことやるとレッドライジングとレッドネで、レッドデーモンズが出せたりするし、結構本当にいろんな使い方ができます。例えば墓地にレッドデーモンズドラゴンが行ってる場合とかは、例えばさ、レッドリゾネーター召喚で、効果発動で、なんか適当にモンスターを
特殊召喚しましたよとかいう時に、じゃあ底なし落とし穴当てられましたとかっていう場合とかにもチェーンしてシンクロコールすると墓地のレッドデーモンズドラゴンを蘇生して、でレッドデーモンズとレッドリゾネーターで、ベリアルを特殊召喚して底なしとか回避しながらフィールドにモンスター残るんで、レッドデーモンベリアルの効果で、まあ例えばグライフとかをリリースしてレッドデーモン蘇生とかできるんですよ。だからね、このねトラップで進行できるっていうカードがかなり強いですね、やってて思いました。というわけで早速ね、レッドデーモンズベリアル、レッドデーモンベリアル出していきましょう。デュエルスタンバイ。シャーレッドデーモンズドラゴンが最強だということを分からせてやろう。いいだろう。おー、来た。マシンナーズギアフレーム来た。ギアフレームでマシンナーズフォートレスサーチ。フォートレスが出てくるか否か。フォートレスも出てきちゃう。強いな。これね、結構ね、このムーブ結構強いんだよね。で、あれだよね。ギアフレーム装備。あー、強いね、それ。それは強いね。それは強いね。セットもある。強いね。なるほど。1回サイキックリフレクターで、サイキックリフレクター召喚効果、バスリー、ちょっとごめんなさい、レッドリゾネーターさんちょっと待ってくださいね。レッドリゾネーターさんちょっと引くまで皆さんちょっと少々お待ちください。ちょっとお茶濁します。サイキックリフレクターの こいつってさ戦闘効果で破壊される場合だからさ、あれでしょ、だからレッドデーモンズドラゴンで一応破壊してしまえばいいっていう話だよね、これ。もしブルーなく出すっていう意味わからんプレイングはちょっと控えますわ。レベル3上げてバスタービーストを特殊召喚。レベル7となったバスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング。さあ皆さんご一緒にいきますよ、ご一緒にね。せーの、王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。かっこよすぎ、かっこよすぎ。そしてカードを1枚セット、カードはもう1枚セットしてるか。これ順番むずいな。こうだな、こうして、でこれもセットしとくか。そしてスキル発動、キングオブデーモン。3800だ、ほらバトルアブソリュートパワーフォース。オッケー、よし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 、ナイス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 。ちょ、清掃を今手札に抱えておく、べきだっていう話はもしかしたらかもしれないですけど、あのセットカード多分なんだけど俺はリボーンだと思う。ドローフェイズから光ってたしね。あ、ギャラクシーサイクロン、いやまあ使うしかないか。バスターモードの効果発動、フィールド上のレッドデーモンズドラゴンをリリースし、灼熱の鎧を身にまとい王者ここに降臨。いでよレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスター。かっこいい、かっこいい、史上最高にかっこいいだろこのデッキ。まあまあまあ、守備表示するしかないよね。 OK 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 OK、 いいよ。オッケー、殴ってこない、いいだろう、殴ってこない、いいだろう。ドロー、グライフ来た、グライフ来た、グライフガチでグライフ、どうでもいいカード来た、どうでもいいカード来た。グライフ一発、グライフいっちゃってもいい話だけど、これ、これグライフでさ、これは真ん中なんじゃねこれ。まあ別にフォートレスなんかビビる必要ない気がするけどね。フォートレスビビる必要はない気がするけど、まあ一応こうして、まあセットして、でバトルか、行こう。さあ行け、これはもうスラッシュバスターぶん殴っていこう。スラッシュバスターでぶん殴って、やつは戦闘で破壊された時に効果とするから、狡猾な音す、あら、おー、セイス清掃効果発動、清掃効果発動、レッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターをてめえの魔法トラップカードから守っていくぜ。破壊されてもレッドデーモンズ出るからいいんだよね、別に。
さあ、私のレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターはこのターン魔法トラップカードの効果を一切受けない。エクストリームクリムゾンフォース、かっこいい、かっこいい、最高。やっぱレモンって最高やな。めちゃくちゃかっこいいこのモンスター。セットモン、セットカードやめろって、そんな簡単にセットすんの。来いレッドリズ、いや来た、来たぞみんな、行くぜ。レッドリゾネーター、レッドリゾネーター召喚して、まあ考えろ、2体は立てられないか。ベリアルレモンはできないか。ベリアルレモン、あ、でもできるか。いやでもバスターは残したいな。ベリアルレモンバスターできないから、ベリアルレモンバスター、ベリアルレモンバスターできないから、これさすがにベリアルレモンバスター無理か。ベリアルレモンバスターは無理か。ベリアルレモンバスター無理か。まあ、いいか。レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーター召喚、レッドリゾネーター効果発動。そして、あ、待って、あ、わかった、やってもうた、あ、俺やったわ今これ。今あれだ、シンクロコールすればいいんだ。やべ、やった、ごめんみんな、ごめん、シンク、あ、いつでも消しとけ。これさ、シンクロコールすればいいんだこれ多分。いやー、ミスった、ごめん、ガチでごめん、今のはマジでごめん。今世紀最大のプレミシャワー、まあいいや、気を取り直していきましょう。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚。そしてレッドリゾネーターを特殊召喚し、レッドリゾネーターの効果発動、レッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターの3500ライフを回復し、そしてレベル6レッドライジングドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。王者の鼓動がどうのこうの、シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてシンクロコール発動。いやー、ごめんマジでこれ遅かった、これやるの絶対遅かったわ。そしてレベル8レッドデーモンズドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。泰山冥道、山を裂き地の炎とともにその身を晒せ、シンクロ召喚、エンマ流レッドデーモンベリアル。かっこいい、この盤面やばい、スキル発動、キングオブデーモン。かっけえこれ、やばい。でも1個言わせて、マジでごめん。さあ、お相手の方はジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍ジャック対決だ。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。レッドリゾネーターを召喚し、黒き森のウィッチの効果発動、違う、効果発動じゃねえや特殊召喚。そしてレベル4の黒き森のウィッチにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動にチェーンし、黒き森のウィッチの効果発動することによってレッドリゾネーターの効果は発動することができないかわいそうにな。まあいいだろう。これはさすがにレッドリゾネーターじゃね、これはもうレゾネでしょ。これサイキックリフレクターの方が強いけど、これリゾネだわ。これ正直サイキックリフレクターの方が強い。でも俺はそうじゃない、今日したいのは俺はそういうことじゃないから。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。王者の鼓動、今ここに列をなす、天地冥道の力を見るがいい。行くぞジャックよ、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない うるせえ。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了。よし、いや次トップモンスター欲しい、トップガチでモンスター、トップマジでモンスター。これさ、ファリ、うわ、ファリス来た、ファリス来た、ファリス来た、ファリス効果デモンじゃない、これ、これデモンでしょ、これデモンズチェーン発動。これはな、キングのカードなんだ、デモンズチェーンっていうのは。
マスクチェンジだと。くっそ、ここではなかったということか。ここではなかったということか。まあでも2800打点だったらギリいけんな。インクリース、はい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 。でも、ね、リリースする音さえなければ今アンケリリースしかないんじゃないんだろう。これどうなんの、いるんかーい。いや普通に強い、それ普通に強い。これやばいな、これやばいな、これやばいな。でもまあまあなんとか止めればワンチャン。マスクは大丈夫、マスクは大丈夫。おお、ブルーディーね、オッケー。ブルーディー落としてマスクは大丈夫だから、あとはあれやんな、あのアドレーション止めればいいやんな、多分。5000は別にデモン時点で止められるし。痴漢融合 OK、 痴漢融合 OK で、インクリース効果が、あー強い、めちゃくちゃ強い、めちゃめちゃ強い。それであれか、バイオンかで、バイオンもう一回融合サーチできるもんな、これめちゃくちゃ強い。やばい、助けて誰か、助けて助けて。痴漢融合 OK、 これは2体融合かな。まあ、アドレーションかな、まあ、アドレーションだもんね、多分ね、さすがに。アドレーション OK、 アドレーション OK。 いやこれバスターモードやったらかっこよかったんだけど、まあ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 、2800下げてこようとするから、ここデモンチェーン、デモンズチェーン発動。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。これエンターテイメントか、これエンターテイメントっていうか、これデモンズチェーン強ってなってるだけだぞ、これこれデモンズチェーン強くなってなってるだけだぞ、これドロー。よし、ナイスナイスナイスですね。レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターの効果発動、ナイスですね。プテラよりレッドリゾネーターを特殊召喚。お待たせをしました皆さん、お待たせをしすぎたのかもしれません。3000ライフ回復します。そしてレベル8のレッドデーモンズラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。さあ皆さんご一緒に泰山明徒、山を裂き地の炎とともにその身を晒せ、シンクロ召喚エンマ流レッドデーモンベリアル。レッドデーモンベリアルの効果発動、フィードのモンスター一体をリリースし、墓地よりレッドデーモンモンスター一体を特殊召喚できる。王者の鼓動がどうのこうの、レッドデーモンズドラゴンスキル発動、キングオブデーモン。かっけえ。グレートリミットブレイカー。そしてあーインクリスオッケー、インクリスオッケー、アブソリュートパワーフォース完終了。これがレッドデーモンデッキだ。キングのデュエルはエンターテイメントなければならない。ただやべえ、結構やべえ、これシンプルにやべえ。そんなドローされたら、そんなドローされたらこれやばい。え、これ5000飛んでくんだ、俺これ5000飛んでくるとかマジでやばいよ、それは。あっぶれー、やべえ、やったー、あっぶれー。ハロー、いきませんと、スキル発動、キングオブデーモン、レッドデーモンベニアルの攻撃、グレートリミットブレイカー。ナイスですね。さあ、お相手の方行くぞ、ユース。いや、引くなよ、お前、マジで。来んなや。お前、来んなや、マジで。ほんまに、こいつ、すぐ初手に来るから嫌いなんだよな。もう嫌いだわ、こいつ。ほんと、すぐ初手に来るんですよ。本当に嫌い。サイキックリフレクターの効果発動。バスタービーストを相手に見せつけて、墓地のバスタービーストを、バスタービーストじゃねえや。バスターモードを相手に見せつけて、墓地のバスタービーストを特殊召喚。レベル7となったバスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。王者の鼓動、今ここに列を成す天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。かっこいいんだけどさ、お前来んなよ、ほんまに。バスターモードゴリほど腐るやん、これゴリほど腐るやんけ、ふざけんなや。くっさいわー、イライラするわー。このモンストほんまにイラつかせるわ。光の援軍 OK、 光の援軍、
いや、お父さん強すぎだろ。お父さん強すぎなんだよこれ。お父さんガチで強いからね。バスターモードになって殴るのが正解なんだけど、4、なるほど、4、3、やっべやっべ、あ、やっべ。一応バスターモードサーチとか、こいつ特殊召喚して圧縮しておこう。やっべ、4、3はやばい。ゆうせい、それアキさんのカードやからさ、ちょっと出すのやめない。一回落ち着こうよ。一回ちょっと落ち着いて考えようぜ。そんなことしていいと思う？俺4枚もカードあるんだよ。くそがよくそがよいったいった、やばっていうか、やば。あー、ジャグジー強い強い強いよ、ゆうせいさん。ゆうせい、相手にとって不足はないだろう。ジャンクウォーリアいいだろう、悪くないだろう。召喚ムービー見るわ。ジャンクウォーリアのさ、召喚ムービーかっこよすぎんだよこれ。いやー、かっこいい、かっこいい、かっこよすぎる。ジャンクウォーリアの効果が発動して何のアップもしない。ウォーリアーズブーさん2800ダイレクト決まっていく。俺のライフは1200。黒き森の位、ワンチャル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 。これやばい、これやられる、これこれやられちゃいます、これこれやられちゃう感じ、これやられちゃう感じ。セット、ウォリアーズブースターやられない。オッケーよ、オッケー、よし。ユース、もう少し楽しもうじゃないか。これはね、サイキックリフレクターだよ。これはサイキックリフレクター、これはサイキックリフレクターだ。ヒトロ、あー、ウィッチだったらレッドリゾネーターでよかった説。いや、無限に腐ってる、スラッシュバスター無限に腐ってる。ね、なるほどね、なるほど、なるほど。ちょっとユーセイさん、ユーセイさんごめんなさい。キングのデュエルはエンターテインメントだけはならない。王者の鼓動、今ここに列をなす。天地冥土の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂、氷結界の竜、ブリューラク。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。シャーターン終了。ごめん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 、あ、ごめんってごめんって、すまん、わ、悪かったよ俺が。ごめんって、ゆうせい、ゆうせい、ごめんって、許してよ。ごめんごめんごめん、ほんまごめんって。でも今のセットカード絶対ライコだったじゃん。今絶対ライトロードハンターライコだったじゃん今の。くっそ、ごめん、どうもすいませんでした、どうもすいませんでした。謝ってんじゃん、謝って、許してよ。もうやりすぎだよ、ゆうせい、ごめんなさい。